ルナです。はい、今日は福岡での私のとある一日を撮影していきたいと思います。今から弟の美容専門学校の方に行って髪の毛をトリートメントしてもらいたいと思います。では早速本日一日皆さんに紹介していきます。スタート。レンレンとおばあちゃんと私とママで行きます。お湯加減大丈夫ですか？はい、はい、あのさ、真ん中のてっぺんのところ、これやろ。あ、そうそう、くっつくつく。力加減大丈夫ですか？全然大丈夫。もっといけるってこと？言ったね。じゃあ、ここからも力でいけ。トリートメントしました。めっちゃサラサラ。終わりました。サラサラ。ありがとうございます。このみゆみゆでこのスカートをね、買うか迷う。かわいい。お昼ご飯をセブンイレブンで買いました。サラダパスタ食べます。ティーちゃん、おいで。持ってきた。ティーちゃん、これ赤ちゃんの頃から使ってたやつ。いくよ。ピュン。はい、持ってきて。はい、いい子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 。ピュンピュンピュン。食べちゃう。こんにちは。一旦お家に戻ってきました。今日のワンピースはこんな感じ。ちょっとね、お家、私の部屋めちゃくちゃ汚い。実家こんな感じで、お友達のみーちゃんがプロデュースしてるプリベベのワンピースを着ております。かわいいかわいい。こちらはインスタグラムにも載せてるので見てみてください。かわいい。今日買ったみゆみゆの洋服たち、かわいい。袋もかわいい。これは後日購入品で紹介したいと思います。はいはい。そして今から夜ご飯を食べに行きたいと思うんですけど、今日は福岡の名物の水炊きを食べに行こうと思います。楽しみに。ではいきたいと思います。ティティバイバイ。行ってきます。バイ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 。ユナが迎えに来てくれました。バッグ同じ。はい、出発。オッケーオッケー。ユナさん、炎を迎えに行きます。到着着きました。こちら、新三浦。はい、どうぞ。ほのというなときました。これなんだっけ？日本酒。大金城。大金城。はい。かや大金城。じゃあ皆様。乾杯。ほのさん、ゆなさん。どう？高校のメンバーでご飯です。はい、日本酒を飲んでます。美味しそう。美味しかったね、この日本酒。ユナもずっと
ゆなはお茶。やばい本当に。あのあれが受けた。今のさ間違えてないが樽でさなんかお酒買っとったよ。飲んだ飲んだ。YouTube ね。普通にコロナ中に3回ぐらいで飲みましたよ。いやあんな購入品する人が多分いない。絶対ほらあれやばいな。じゃあじゃあほのさん。うち。ダイエット順調ですか？順調ですけど、今公開した。はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。美味しかった。新三浦めちゃくちゃ美味しかったです。福岡来た際は皆さんもぜひ来てみてください。はい。ということでカフェ行きましょう。曖昧に来ました。カフェだって。これこそうちが持ってた。おしゃれおしゃれ。負けって本気出して中華っぽい雰囲気出して行きました。これは普通の方じゃちゃんちゃん。帰ります。あごめん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 。踏んだほのちゃん。はい、ゆなも暗い暗い暗い。